みんなで支え、見守る、安心して暮らせる地域づくりを大会テーマに、第14回阿蘇やまびこふれあいフェスタが、平成27年10月24日、阿蘇市の阿蘇体育館で開催されました。大会のオープニングとして、阿蘇キスゲコーラスグループが赤トンボなどの歌を披露しました。そして佐藤阿蘇市長が、健康が一番、元気が一番、そして長生きすることですと挨拶し、ふれあいフェスタがスタートしました。続いて、地元のラジオやテレビ放送でおなじみの大田黒浩一さんが、みんなが家族と題して講演を行い、長生きする秘訣は死なないことなどとユーモアを交えながら話しました。また小国警察署の山下大輔刑事生活安全課長や阿蘇広域行政事務組合消防本部の藤川幸典救急救命士の活動報告もありました。この阿蘇やまびこふれあいフェスタは阿蘇郡市にある阿蘇神社ブロック社会福祉協議会連合会がお年寄りをはじめ子どもたちなど地域住民が安心して暮らせる地域づくりを進めようと開催しているものです。この日は阿蘇郡市の市町村からおよそ600人が訪れて熱心に話に耳を傾けていました。会場には各市町村の社会福祉活動の取り組みなどを紹介するパネル展示や婦人会から災害時の非常食の配布なども行われました。